ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、静岡県の磐田市にあるララポート磐田にお邪魔してます。で、ララポート磐田の駐車場でですね、完全無料の急速充電器がありますので、それを使って充電したいと思います。充電器を、そして充電できます、できますので、スタートボタンを押します。で、この充電器はですね、充電時間が1回15分となっております。そして隣にはですね、テスラの充電器も併設しております。そして今ですね、私のリーフが充電量が 63% となっております。残り時間が14分52秒、電圧がですね 391V、 充電電流が今これで 59A になっております。こんな状態 で15分間で自動停止しますので、それまで待ちたいと思います。充電終了となりましたので、ストップボタンを押します。今充電量 80% ということで、約 17% ぐらいですね、充電できたということになります。こんな形ですね。今回はご視聴ありがとうございました。マイクでした。Dick.